歩いてますか？かのアリストテレスは散歩しながらアイデアを練っていました。歩くとセロトニンが分泌されて脳にいいんだとか。さらにドラクエウォークなら楽しく歩ける。今からでも始めよう。自分で歩けよ。歩いてますか？ドラクエウォークが累計5兆歩を突破したらしいですよ。歩いてるね。なんと日本のカロリーを290億キロカロリー消費したことになります。楽しく歩こう、ドラクエウォーク。スライムも歩いてますね。スライムじゃねえよ。あ、もうやってますね。はい、はい、もうこの話をいただいた瞬間、はい、速攻ダウンロードしました。はい、やっぱね、それはね、そうね、どんなもんかという、すぐやりましたね。実際に歩くのが面白いですね。うん、確かに最初のもう第一章とかの、言ったらチュートリアル的な章からちゃんと、ドラクエって徐々に話を追ってったら、ちゃんとドラクエの操作の方が学べるようになってるじゃないですか。それちゃんと踏襲してるのはいいなってすげえ思いました。めちゃくちゃ学校で呪文言い合ってましたよね。ああ、それは、はい。もう本当に息詰まったらメガンテって言ったら勝ちみたいな。勝ち、はい、うん。ありましたね。ドラクエでも世代的には4、5、3、4、5。ファミコン版とスーファミが一番多いのかな。確かに。あの辺は。あとすごい電気屋さんに並んでたよ。並んでた。すごかったよね。びっくりしました。ニュースにもなるぐらい。ね、いやすげえとんでもない社会現象だったからね。いやすごかったよ、マジで。今ほどさ、SNS 発達してない時期だったのに、あんな話題になるってすごかったよね。そうよ。ドラクエってでも、兄弟いると兄貴が基本はやるの。そう、ああ分かる。そう、でも、なんかやりたいじゃん、うん、で僕の賞3つ作れるけど、なんか兄貴が分かった、じゃあ別に賞作んなくていい、レベル上げさせてやるよっつって、なんかただレベルだけ上げてくれるみたいな時間は弟はね、さすがにやりがち。中間誌はそういう感じだったんだね。いや、そうそう、絶対やんねん、それが。だから呪文とかマジで、あの、点々とか間違えたりすると、復活の呪文ね。そう、あれすごいよね、あれで何回も最初からやった気がするわ。 あれはすごかったね。あれ何文字やっけ。あれちゃんと原稿用紙に書いてたもん、俺、間違いないように。偉い偉いね、ティッシュの箱にしてたから。でも、でもちゃんと言語しか言ったけど、兄貴がいたずらで全部濁点つけて俺も死んだから。意地悪だな、兄ちゃん。いや、やっぱそういう思い出があるからね、ファミコン版は。いや、そうね、そうよ、ほんと、みんなやってたよね、メタル狩り、なんであんな楽しいんだろうね。いや、今だって、ちゃんとだからそれみんな好きっていうのはあるから、ドラクエウォークもちゃんと週末メタル枯れるようになってるでしょ。確かに。なんで、なんなんだろう、あの楽しさ。いや、なんかさ、めっちゃ強くなるじゃん、経験値すごい。でも本当に冷静に考えたら、普通に倒し続けた方がなんか効率いいんじゃないかみたいなことも説もあるじゃない。まあ確かにね、実際は。まあ回復の、ね、なんかね、いや、メタルだけ追っかける。でもなんであんな楽しいんだろう、あれ。なんだろうね。はぐれメタルって素敵な6文字だもん。超センスいいよね、はぐれって言葉。はぐれてるもんね。いや、なんかありえない話ですもんね。嬉しい。いや、不思議な感覚ですよ。自分が育ったものになんかこうやってなんか携われて、しかもお金ももらえるってのが、自分をなんか納得、逆に納得いかないというか、どういうことなんだろうっていう。よろしいんですかっていう感じですよね。ロトの剣を持たせてもらって、なんか感慨深いですね。超嬉しいですね、あれは。あれ、なかなかね、モテないですから。意外と軽いんだっていう。それは、まあ、模造刀なんでね。そうです。本物はね、もちろんそうですよ。で、ナッツさんはほぼ歩かないでしょ。ほぼ歩かないわけではない。まあ、確かに1日100歩ぐらいだった時もありますけど、まあでもこういう、まあコロナ禍だし、なかなか歩ける時間も少なくなってる。でも日中、本当に普通に外歩くのは別にいいわけじゃない。いい。で、距離取って歩いて、うん、それでレベルが上がるって、なんか自分の体の健康のレベルも上がるわけでしょ。そうよ。最強のシステムというか。そう、最近あの生春巻きを作ることにすげえハマってるでしょ。めっちゃハマってて、だからもう向こう側見たいんですよね、生春巻きの。でもう生春巻きの向こう側はもう揚げ春巻きじゃないの。違う。どういうこと。いや違うんだよ、分かる。トンチじゃない、あのね、なんて言ったらいいんだろうね、どこまでいろんなものを巻けるかっていうのをやってたんですよ。ああ、はいはいはい、はい、生春巻きっていうのをやって、いろんな食材やろうと。そう、で、もう、最終形態はもうカレーうどんでした。そうです。もう汁の、えぇ、もう、
もう巾着、それ本当キングスライム、まあ、キングスライムみたいになっちゃった。いや、色合い的に絶対毒持ってるんだ、それ。いや、毒、毒持ってる。そうなの。でもそれはもう、食べ方がもうこれしかなかった。いや、それさ、もういや、それカレーうどんとして食っていいんじゃない。いや、カレーうどんとして生春巻きも別にさ、うん、その炭水化物じゃん。そう。いや、カレーうどんじゃん、ほぼ。まあ、そうだね。要素的にライスペーパーは米なんで、うん、そう、どうせカレーうどんも最後米入れるじゃん。一緒じゃん、もうやってること。そう。でも、向こう側見たかったから。そう。そう、それがちょっと今までの中で最近では冒険でしたね。なかなか僕は守りに入った生活ばっかしてるんで、なかなかないですけど、なんだろう、冒険。守りに入った生活してる。僕は本当に全然、昨日と同じ生活をしたい。昨日と同じ今日でいいんですよ、僕は。おお、名言。そう、うん、もう何も変化は望まない。なるほど、はい、基本的に。明日は？明日は？いや、だからもう明日も今日と同じでいい。今日と同じ。そう、毎日そのままでいいから、なかなか冒険できないですけどね。でも、あんまり本当僕も外出ないんですよ。これにちゃんとやっぱ歩きたいなと思いますね。歩いてたらなんか、あ、こんなとこあるんだって。それこそ、あのマップで見てて、なんだこのスポットみたいな、何この名前みたいな、うん、あ、こんなもの近くにあるんだっての見つけられたんで、そこに実際行ってみたいですね。普通のなんか、例えば東京タワーとか行ってみたら、その周りにいろいろ歴史的なものがあったりするのも書いてあるじゃない。書いてある、うん、あ、こんなんあるんだって。東京タワーの周りめっちゃあるよね。めっちゃある、うん、後輩がね、すげえやってんのよ、今学園ウォーク、うんうんうん、それでなんか教えてもらってちょっとやろうと思って、なんかパーティー組むんですよね、あれ、フレンド登録みたいな。じゃ あ, あるんですよね、それ。それやろうかな。本当に非常に素晴らしい CM になってると思いますので、ぜひ、眼球に、網膜に焼き付けていただければと思います。表現が気持ち悪いな。それでは皆さん、最後に一言。はい。ザラキ。やめろ、殺す。殺すんじゃねえ。